はい、五星戦の準決勝から足立利政七段対福岡航太郎五段の碁を、見ていきたいと、思います。はい、どちらが勝っても初の決勝進出でしょうね。を決めて一間トビと覗いて桂馬ですね。珍しいというか、厳しく黒が当たりましたね。結構福岡さんはね、結構ゆっくり打たれることが多いですね。つなぎですか。これはまあ、伸びたら跳ねて、まあ、単に跳ねでしょうかね。これで、まあ、分断しようってことですね。で、下がって押さえて。そうですね。ちょっと、ね、ここ、コスむためもちょっと辛いんでね。まあ、黒、不満ないでしょうか。ツケもすごい手ですね。で、ここから、荒らしに行きましたね。下ツケ。どちらかさばきたいっていう手ですね。厳しく打たれましたね。伸びるともうこうやって、生きようってことですね。跳ねて当たりすれば、切ったりするんでしょうかね。切りの方が跳ねが効くので、こんな感じで生きようっていうことでしょうかね。もしこれなら、これが効いて、これで生きると。これは、そうですね。これに対しても、これでいいですね。これで目があるので100%生きてると。なので、コスミつけて厳しく打たれましたね。こういうね、じっくりしてるんですよね。福岡さんってね。あんまり慌てないです。こういう次とかね。これは先手でしょうか。これは取りに行ったんですね。まあ、一応コウ残りではあるんですけど、一応取れてる格好ですか。切って、またこの隅がどうなってるか。カケツギ。これも行きましたね。なんかうまくいったでしょうか。これ、取りましたもんね。非常に複雑でね、本当にわけが分かんないんですけど。これで切って、これどうなってますか。めちゃくちゃ大きい子ですね。解消して、またこの振り返りになりました。そして、まだこの子が残ってますね。こういう別れとなったんですね。白からはあんまりいいコウ材がなかったのかな。これまだ当て込まれると生きてないですよね。まず一回様子見たんでしょうか。ここの問題もあるんですね。いや、本当に訳が
整理がつかないですけど、いやもうこれで半目はもう本当に運でしたね。運の要素も相当あるのかなと思いますね。この複雑すぎた碁でね、ちょっと半目勝負っていうのは読めないですから。はい、これで半目、足立さんが語りましたね。いや非常に壮絶な一局でした。はい、いや福岡さんはね、多分相当悔しい内容だったかなと思いますね。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりたいと思います。